こんにちは。偶然インジャパンで相田武史役を演じました寺田拓也です。僕が演じた武史はですね、過去に婚約者を失ってしまい、悲しみを抱えている中、偶然インターネットでその婚約者に似ている女性を発見し、その武史も知らず知らずのうちにその女性に恋をしていくという役です。その武史がですね、まあ静かでその悲しみを抱えているということで、言葉数をなるべく減らして、表情だったり目での演技に、意識をしました。そして今回、偶然インジャパンの撮影地だったのが、日本で温泉地だったり綺麗な景色で有名な湯布院で撮影を行いました。僕もそうですし、共演者の皆さん、そしてスタッフのみんな、その美しさを、湯布院の美しさを映像になるべく込めれるよう、努力をしました。はい、偶然インジャパン、僕は相田武史を演じたんですけど、その他にもたくさん魅力的なキャラクターも、いるので、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。最後に作品の中での僕のセリフで終わりにしたいと思います。私の過去の記憶にあなたを招待します。偶然インジャパン、そして僕寺田拓也をこれからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。